皆さん、こんにちは。塩尻東公民館主事の林徹です。新型コロナの感染予防のため、外出する機会が少ない今、いかがお過ごしでしょうか。大門公民館と塩尻東公民館と、それぞれの分館では、共催事業といたしまして、落語で人権学習を実施いたします。今回のお話は、相手を理解する落語、芝浜であります。講師は吉貞あなた、本名、矢内講師さんです。内容は人権に関わる落語を皆様にご視聴いただくものであります。人権と聞きますと、堅苦しい気がいたしますが、今回の動画は笑いながら人権について学んでいただきたいと思います。あまり身構えず、お気軽にご視聴ください。最後には皆様の考え方に少しでも変化があれば嬉しく思いますので、最後までご視聴ください。それでは始めます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは人権落語その2です。先ほどの1に関しましては、リフレーミングという話をしまして、その枠組みですよね。勝手に枠組みを自分で決めて、人に当てはめて物事を考えるよりも、その人全体をしっかりと見て、それでお互いを理解し合うというような話をさせてもらいました。今度はですね、人をその理解する上で一番大切なことはやっぱりコミュニケーション。これはやっぱり人と人とお話をきちっとするんですね。相手を理解することで分かり合える、そういう部分、これ実は夫婦であっても友達であっても社内の同僚であってもやっぱり同じことだと思います。きちんとどうコミュニケーションを取るかということを、その中の話でですね、今日は今からちょっと長い話になりますが、芝浜という話をさせていただきたいと思います。ここで出てきますのは、魚勝勝五郎というポテフリの魚屋でございまして、ポテフリというのは江戸時代にこう天秤棒を担いで、前と後ろに連台という桶を入れて、そこに市場で仕入れてきた魚を振り歩く、これをボテフリっていうんですよね。その勝五郎、魚を見る目はしっかりと持ってます。さばく腕、包丁の腕前っての天下一品なんですが、それがたまに傷が一つはございまして、これは酒が好きで酒に飲まれて、喧嘩はするお得意様をしくじるっていうようなことがございまして、この勝五郎、ある時お得意様と大変な喧嘩をいたしまして、その後仕事がまた面白かねっていうことで、酒の入り浸り、もう酒に浸ってしまいまして、三月ほど仕事を休んだ挙句の話でございます。寒いし暗いし、寒いし暗いしじゃないよお前さん、起きとくれ、貸しを開く時間だよ、貸しへ行っとくれよ、商売しとくれよ、お前さん魚屋なんだから、暗い自分に起きるのは当たり前、まだ暗いし眠いし、お前寒いから、今日はじゃないよお前さん、昨日約束したじゃないか、今日という今日はしっかり飲ませてくれりゃ、明日から俺は魚売りさばくから、商売に励むから、頼むから飲ませてくれって言うから、私はもう借金してまでお前さんにさ酒を用意したんだよ、だから今日という今日は働いてくれなきゃ、お釜の蓋が開かない。何それお釜の蓋、食べるものうちじゃないんだよ。お米も味噌も何もないんだから、お前さん働いておくれよ、お願いだから、約束しただろ。約
束したのは思い出した。まあ、したした。あんたが約束だからな。じゃあ、行くよ。照明行くから。行くからだ。でもな。連台、桶の底抜けてるから。美月も仕事してねえんだよ。もう乾いてな。もう、そこが抜けてんだよ。大丈夫だよ。お前さん今日から仕事だと思ってさ、昨日のうちに玉屋さん呼んでさ、たら閉めてもらって裏返しにして水を張っといたから、もう新品みたいに使える。用意がいいね、おめんてやろ。あ、いけねえや。美月仕事休んでるだろ。包丁だよ、包丁。包丁、錆びてるだろ。ああ、もう錆びてたらダメだな。仕事になりゃしねえ。また明日から。私はね、こればっかり私はもう本当に感心したよ、お前さん。お前さん休む前にさ、きちんと包丁を研いで、そば殻の中に包丁刺してただろ。私ね、そば殻の中の包丁スーッと抜いて、びっくりしたね。キラキラ光ってる。銀ギラ銀じゃないか。これはもう新しいサンマかと思うぐらい綺麗だった。分かったよ、行きゃいいんだろ、行きゃ。仕入れの銭がねえや。な、仕入れの銭がなきゃ、な、仕事になりゃしねえや。な、また明日から。そう、仕入れの銭がないんだよ、お前さ。だからさ、もうこれも借金だよ。借金だけどさ、もう、お前さんが仕事さえしてくれりゃこれぐらいすぐ返せるんだからね。お前さんは腕のいい魚屋なんだよ。もう魚目利きなんだから、これでしっかりと仕事しておくれ。しょうがねえ、どんぶりに入れとけ入れとけいいだろ。シャ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 、あったあったあった、行くよ。ったりもうしょうがねえ。おじゃあわらじ出しては、そこにちゃんと出しておいて、出してあげよ、出して、出して、おろろろろろ出して、そう、そのわらじ見ておくれ。新しいだろ。新しいわらじが気持ちがいいよな。新しいわらじが気持ちがいいんだったらよ、わらじ売ってるじいさん毎日気持ちいいんじゃねえのか。何を言ってんだお前さん。ちょっと待っておくれ。じゃあ、行っておくれ。行ってくれゃいいんだろ、行ってくれやったね。犬まで俺の顔忘れてやる。寒い。寒いじゃないぞ。だいたいな、こんな朝早くからもう真っ暗なうちに、家を出てやらなきゃいけない商売っての大変は大変なんだけど、美月も休んじまってよ。まあ商売の仕方忘れてなきゃいいんだけどな。海の匂いだな、これな。潮の香りというやつ。ああ、いい匂いがするじゃねえか。俺はこの匂いが好きで、この魚屋っていう商売選んだのかもしれねえな。ああ、いいね、これは。あれ？今自分、この辺りまで来りゃ、問屋もみんな開いて商売始める準備してるような、頃合いじゃねえかい。まだ真っ暗だぜこれ。誰も来ちゃいねえ。切り通しの金。おっかーの野郎、キャー、時計計り間違えた。キャーとにゃーしゃー。でもな、ここまで来ちまったんだよな。こっからかけてうちまで戻って、おっか張り倒してここまで戻って、
手間だな。しょうがねえ、もうしょうがないな。島の浜でも降りて、時潰すか。しょうがねえ。おう、ちょうどいい頃合いの石があるじゃねえか。よしよしよし、ここに座ってな。よし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 。お、少しだけ沖の方が知らんで。岩方が見えるね。え、船だよ、船。え、二艘いるね、ばら。おぉ、一番比べしてるのか。おぉ、なかなかね、威勢がいいね。え、手前に松が見えて、沖に白穂がえ。え、いいじゃねえや、ほんとに。お、お天道さんだ、お天道様。勝五郎でございます。お久しぶりでございまして、もうしばらくご無沙汰しておりまして、私ね、本当にもう今日からね、ちゃんと仕事しますんで、またよろしくお願い申し上げます。ちょっと、なんだいこれ。なんか水の中、砂に半分埋もれて、びちょびちょ、上て、うわぁ、来た、うわ、川のセーフだよ、セーフ。重い、重いね。砂でも吸ってんだろうな、重い川のセーフじゃねえか。ね、おっと、これだ、小銭でも入ってりゃ、なんか、タバコ銭でもなるかもしれねえや。しょ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 、中見てみりゃいいな、中を。川のセーフだよ、これ。人、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 ふた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 。みちょ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 。よちゅ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 。見て、どうしたんだろう。なんだろう。え、川の財布、汚いんだよ。見るの。うわ、ボロボロだよ。中見て、中。お前さん、これ、銭じゃない。お金だよ。数えてみな。ひふみか。おめえそんなんじゃダメだよ。おい、ちゃんとあんだから。こういうやつはな、人を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 人ふた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 。みちょ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 。よちょ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 。四十二は。しばらくな、遊んでて、酒飲んで、毎日楽しい日々が送れるじゃねえか。しじゅ、今日はな、これでな、ちょっとな、昨日の酒、残りがあるんだよ。あるけど、さあ、かんざましでいいんだ。まずは一杯、黙んで一杯。いいからいいから、その茶碗で茶碗で。で、
この男、神覚ましをぐいっと飲みまして、そのうちバタンキューとして寝床に入ってしまいます。昼頃になりますとむくっと起き上がりまして、湯屋へ行ってくるなんてんで、お湯屋さんへ行きます。お湯屋さんへ行ったはいいんですが、友達を大勢連れてきまして、酒だ魚だ飲めや歌えのどんちゃん騒ぎをしまして、また深酒になってバタンと眠り込んでしまいます。お前さん、お前さん、起きとくれ、起きとく。なんで起きとくれ、眠いじゃねえか、寒いし、真っ暗だ、真っ暗だ、いいんだよ、お前さん仕事しとくれよ、仕事、お前さん仕事してくれって約束。何約束、仕事、そうだよ、お前さんが仕事をしなきゃお釜の蓋が開かない、お釜の蓋が開かない、米や味噌が出てんだろ、昨日はあれで買ってくりゃいいじゃん。なんだお前さん、その昨日のあれ、昨日のあれは昨日のあれだよ。何それ、何それった昨日さ、俺が行った芝の浜で拾ってきたあれだよ。千葉の浜で拾ってきた財布があるじゃねえか。何言ってんだよお前さん、昨日千葉の浜なんて行けやしねえよ。何、朝お前に叩き起こされる。確かにね、昨日はお前さん朝起こした、起こしたけどさ、お前さん、眠いだとか寒いだとか暗いだとか言うじゃない。もうこれ以上起こすとまた私はぶたれたり蹴られたりするの嫌だからさ、そのままにしといたの。そしたらさ、お前さん、昼ごろむくっと起きてさ、湯屋へ行ってくる。ニタニタっとするんじゃねえか、どうしたのかなと思って湯屋へ行ったら行ったでさ、お前さん友達を大勢連れてきて、酒だ魚だって言うけど、お前さんに恥かかせたらいけないから私はね、また借金新たに作ったんだよ。人にお金を借りてさ、借金をしてお前さんのために酒用意したんだよ。銭借りるのももうこれ以上私は借りられないよ。でもね、お前さんに恥かかせられないからさ。そしたらさ、お前さんそのまま寝ちゃって、朝だろ、今日という今日はお前さんに仕事をしてもらえなきゃね。だからさ、お前さんお願い、仕事しとく。昨日さ、俺さ芝の浜へ、夢だよ。川の西風を拾う、夢だよ。四重にいる、夢だよ。風呂へ行ったら本当。飲めや宴のどんちゃん、本当。借金、本当。四重にいる、夢だよ。日頃から楽して銭を儲けて金が欲しいなんか言ってるから、夢、ぐわやだ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 、なんか死にたくなったら本当に情けねえ男だよな。俺もこんな浅ましい夢を見て、他二人してさ、こんな借金抱えたんじゃさ、仕方ねえだろう。二人で大川へでも身を投げるない。え、何しやがる、何しやがる。情けない人だね。お前さんがこさえた借金いかほどのものかね。
お前さんの腕だったらきちんと働けばすぐ返せるんだよ。それを大川へ身を投げるなんか情けないね、お前さん。そんなんでどうすんと。どうすん。私はね、そんなお前さんに惚れた思いはないよ。え？死んだ気で働いてみな。お前さんだったら腕のいい魚屋なんだよ。目利きなんだよ。え？この借金がいかほどのものか。そうだよな。俺は確かに死んだ気で働いたことはねえよな。よし。今日からな、死んだ気で働く。よし、やった。約束だよ。よし、約束の証拠にな。今日から金輪際酒は飲まねえ。一滴も飲まねえからな。約束するよ。あった。それじゃな、仕事行くからな。連帯だ。連帯、ほら、乾いて、そこが抜けちゃいねえから。大丈夫だよ。お前さんが仕事だと思ってさ、高屋さん呼んでさ、しっかりと、たらしめてもらって、水裏返しにして貼っといたから、新品みたいにして使える。そうがよかったら、あいけねえや。包丁がさ、錆びてる。こればっかり私は感心して、お前さん仕事休む前にさ、包丁を研いでそば殻の中突っ込んでいただろ。私それふーっと抜いてさ、銀ピカのサンマみたいだと思ったの。そう、どっかで聞いたような話だよ。まあいいや、いけねえ。仕入れの銭がね。だよね、お前さん。だからさ、お前さん、これ、新しい借金だよ。でもね、お前さんだったらすぐ返せるから、新しく銭借りたんだけど、お前さんこれ持つ。了解、よし、あった。これな、しっかりと仕事してくるからな。それじゃあな、行ってくるよ、お前さん。お前さん、ちょっと待って。行っといで。よし、行ってくるよ。なんてんで、二人で、まあその日から仕事に励んでいきます。仕事に励んでいきますけども、本当に、この初五郎という、まあ極端な男なんでございまして、もう仕事をやるとなったら、人一倍どころではない、人三倍ぐらい働くんですよね。朝は朝で菓子へ行きまして、で魚菓子でしっかりと魚を仕入れてきまして、ボテフリで売り歩く。昼になりますってと、日本橋あたりに昼菓子ってのが出まして、その昼菓子に間に合いまして、そこでまた小魚をバンバンと買ってきまして、まあ売り歩いたら、まあ少しは残るんです。その残ったやつはまた煮物にしてまた売り歩く。そして夕方になりますってと、料理屋の奥へ入りました。まあ包丁の腕確かでございますから、厨房でしっかりと腕を振る。一人三倍働きますんで、まあ借金はそのうちにすぐなくなりまして、半年もなりゃそれは借金がない、蓄えが少しずつできます。1年、2年、3年ともなりますってと、ボテー振りからちゃんとした魚屋を開くことができるようになりまして、その3年目の大晦日の日のことでございます。今帰ったよ。あら、お前さん、お帰り。いやいやいや、じゃないよ。いい湯だったかい。そう。いい湯だったよ。ね、大晦日の湯ってのはさ、人が多いんだよ。芋の子を洗うってんだけどな。まあ、それでもな、一点の赤を洗い流した感じでな、気持ちよかったね。やっぱりね、こうでなきゃいけないね。お前、ちょっとすまねえけど、お茶一杯くれる。ごめんなさい、お前さん。湯をちょっと切らしちゃってさ、もうすぐ沸くから待って。あ、いいんだよ、いいんだよ。あら？どうしたよ？畳が新しくなるでしょ。お前さんがゆやゆや言ってる間にさ、親方呼んでさ、畳にパーンと新しくしてもらったのね。気持ちいいでしょ。あ、いいね。やっぱりな、畳と女房は新しいもの。畳は新しいのがいいよ。女房は古いのがいいよ。ね、だからお前でいいんだよ。何言ってんだから。いやいや、いいね。そういや、おめえ、髪言ったんだろ。朝から分かってはいるんだ。ちょっと忙しくてさ、言えなかったけど、いいじゃねえか。そうかよ、お前さん、ありがとう。お前さんさ、今日さ、ちょっと
言いたいことあるの。なんだ言いたいこと。ああ、いいよ、あったあった。着物が欲しいんだろ。早いじゃねえか、大丈夫だよ。え、うん、大丈夫。着物買ってきな。うん、お前さんさ、これ、覚えある。なんだろ、これ。お、へそくりが、革の政府。でも、こんなボロボロの政府にへそくり、でも、ためやがったら重いよ。え、どうしたよ。え、中身見ていいのかい。あ、ためへそくり。おめえ、へそくりどころか、中、銭じゃねえじゃねえか、これ。お宝だよ、金だよ。これ、一応、ひとでした。3年目さ、俺な、なんか芝の浜へ行って、なんかな、川の財布に入った四十二両拾った覚え、拾った覚え、夢だと。ああ、おめえ騙しやがったな。夢じゃない、本当、本当じゃねえか、これ。お前さん、話最後まで聞いてくれ。最後まで聞けなと。俺は本当にどんだけ情けな。最後まで聞いてくれ。あった、最後まで話聞いて。そう、話最後まで聞いたら仏なり役なりしておくれ。お前さんさ、お前さん、確かにこの財布と四十二を拾ってきたんだ。で、私に見せてくれた時、私もね、少しほっとはしたもん。とはしたんだけどさ、お前さんが寝込んだ後にちょっと大丈夫かなと思ってさ、私大家さんのところに相談行ったの。そしたらさ、これお前さんが寝込まましたことがバレたら、お前さんの首と胴体つながってないかもしれないって言われたら、私はもう不安になってどうすりゃいいんです。じゃあこれを番屋へ届け出て、その後お前の亭主は人だけはいいんだから、ね、これは夢だと言って、時伏せりゃ大丈夫だからっていうもんだから、私は夢だ夢だって言ったら、確かにお前さん夢だと信じてくれた。そしたらさ、お前さん、どうだい、その日から人が変わったように仕事をしてくれてさ、私は嬉しかった、ね、でもね、私は毎日毎日お前さんの仕事へ行く後ろ姿にさ、手を合わせてごめんなさい。3年間頭を下げなかった日はない。もう半年も前にさ、実はこのお金落とした人がわからないからって私のところには戻ってきた。でもね、これをさ、お前さんに見せたらまた昔のお前さんに戻るんじゃないかって私は心配でさ、だから出せなかったんだけど、お前さんなんか最近さ、本当によく働くしさ、お前さん言う口癖言うだろ、仕事をしなきゃいけない、仕事をするから今の幸せがあるんだ。それを考えてさ、お前さんもうそろそろ見せていいかなと思ってこれを出したんだ。本当にごめんなさい。私ずっとお前さんのこと騙してて、許しておくれ。表をお上げください。おめえは悪くねえ、あの頃の俺が悪いな。あの頃の俺が悪いや、この四十二両なんて、あの頃の俺だったらもうひと月も持ちゃしねえやな。すぐ使って終わりだよ。それがさ、おめえのおかげで今の幸せがあるんだよな。おめえ
のおかげじゃねえか。俺の方がな、謝らなきゃいけない。ありがとうよ。ごめんよ。お前、私許してくれるの足りねえじゃねえか。あ、おめえのおかげで首と胴体つながってんだよ。本当に。え、お前さん、ありがとう。これ、仲直りの印にさ。え、お前、俺の好物ばっかりじゃねえか。え、こ、なんか真ん中にひょこんと、ひょこんと、これかい、お前さん。いいのかい。恐怖がいいだろ、お前さん。これさ、俺が飲むって言ったんじゃないの。俺が飲むって言ったんじゃない。お前が飲んでいいって言ったんだから。いただく、いただく。ああ、おチョコはいらない。茶碗でじゅ。うっとっとっと。いいね。いい匂いだね。お久しぶりでございます。初五郎です。お元気でしたか。私はもう元気にさせていただきました。それではいただきます。どうしたんだよ、お前さん。え、私のお酌じゃ嫌かい。んそういうことじゃない。でもな、よしとく、夢になるといけねえ。というような話でございます。この勝五郎と奥さん、ね、しっかり最後は話をして、自分のことを分かる、相手のことも分かる、お互い理解し合うという、こういうコミュニケーションをきちんと取るということが、やっぱり夫婦関係、夫婦関係じゃなくて、やっぱり人と人との関係、このコミュニケーションの大切さを私たちは痛感しなければいけないことかなと思います。つまり人権教育で大切なことは、相手を理解する、相手を理解することがあるから、相手をおもんばかることができる。そうすることによって、人と人とのつながりがきちんとできて、人と人と相手を大切にすることができるんじゃないでしょうか。ね、だから、コミュニケーション、これを忘れずに。相手は自分のことをただ単に分かってくれるとは言えません。相手に対して自分のことをやはり伝えなければいけない。相手も自分のことを伝えてくれれば、お互いのコミュニケーションが十分にできるんで、そうすることによって理解し合って、相手を差別しない世の中になっていくんじゃないでしょうか。相手をね、十分知り合うと、実は差別が起きないという社会学的な話もあるそうです。相手を中途半端に知るの、中途半端に知ってるという状態が、実は差別が起きやすいそうなんです。ですから、中途半端ではなくて、十分きちんと理解した上で付き合っていただく。これを各コミュニティ、地域の中でも考えていただければ、差別のない住みよい街づくりになるのかなと思います。じゃあ、これで人権教育その2終わらさせていただきます。どうもありがとうございました。